こんにちは、速稼塾の久保です。どんなに自分がつまらない、くだらない仕事をしていると思っても、自分の行ってる会社がどうしようもなく地獄のような会社だと、従業員のこと、お客さんのことなんて何も考えてない、めちゃくちゃなブラック企業だと思っていても、その会社によってですね、救われている人がいるのは確かなんですよ。例えばお客様ですよね。くだらない商品やサービスにお金を払う人って果たしているんでしょうか。しかもその会社が年単位で続いているとしたら、確かにその会社は社会的に価値のある仕事と認められているからなんですよね。そしてそんなめちゃくちゃな仕事、めちゃくちゃな会社に何年という単位で勤めている人が一人もいないんでしょうか。もしかしたらこの会社がダメな会社だと思っているのは自分だけかもしれませんよね。そして自分でこの会社の素晴らしいところに気づけないことをダメな会社だと言い続けて、見つけられない自分に対しての責任回避をしているのかもしれません。よくね、引き合いに出されるのが、風俗営業法とかなんですけども、私も長い間麻雀に関わってました。麻雀とパチンコ、スロット、これは横一線で語られることが結構あるんですけども、パチンコやスロット、あんなもやめてしまえと、くだらねえ、社会の害悪だ、無駄だっていう方もいらっしゃると思います。そして生活保護を受けてる方がパチンコやスロットをちょっとやったらね、無駄にお金を使って我々の血税がっていう人もいますよね。でもそうなるとですね、パチンコ屋によって幸せを感じている人が全くいないんでしょうか。やっぱりね、パチンコ屋に毎日お勤めになって、そこで自分のスキルアップをする社員の方もいると思いますし、経営を学んだり接客を学んだりクレーム処理が上手になったりっていると思うんですよ。で、そういったものが全く培われない人はくだらない仕事だったと思うかもしれませんよね。でも自分自身を鍛える場所だと思って、その場所で自分のことを高められた人っていうのは、果たしてブラック企業っていうふうに一刀両断にできるかなと思うんですよ。逆にですね、じゃあどんな会社だったらあなたにとってスーパーホワイトなのかってことなんですよね。そしてそのスーパーホワイトだと思った会社は、今度はあなたを必要としているのかってことにもなってきます。そうなんですよね。就職先とか仕事って何もね、いやいや選んでるものじゃなくて、自分の足で履歴書を書いて、自分の足で申し込みに行って、自分の足で面接受けに行ってますよね。で、仮に思ったのと違うなと思ったら、職業選択の自由もあるわけなんですよ。何も一生そこにやってもらう必要なくって、誰もが仕事をやってくれと頼んでるわけでもないんですよ。あくまでも自分で働きたいと思ってそこに行ってるわけなんですよね。で、そこに二次的な理由として、食うためには仕方がないっていうのがついて回るのは、それはもう個人の事情だと思いますけども、やっぱりね、自分のついてる仕事がいい仕事なのかくだらない仕事なのかって決めるのはやっぱり自分だと思うんですよね。いやいや女性でいやいや風俗に落ちる方もいらっしゃいますし、風俗業界にそこに自分の意義を見出して、そこでね、いわゆるフードルというのかな、スペシャリストになる女性もいて、そこで自己実現する方もいると思うんですよ。様々ですよね。だからね、じゃあ仕事をしている人みんなが素晴らしい満足感を得ているのかっていうと、それもまた違うと思いますし、どこをどう満足するかは、自分次第のかなと思っちゃいますね。で、今回の奥さんからね、スーパーヒーローだっていうテーマで動画いただきましたんで、編集をするに、私はね、3人のレンガ職人の話をしようかなと思います。3人のレンガ職人っていうのは、 A さん、 B さん、 C さんっていう同じ作業、同じ時給で同じところでやっている3人のレンガ職人のことなんですよね。そこに旅人が通りかかります。トントンと、 A さん、 A さん、あなたは何をやってるんですかと聞くんですよ。そしたら A さんは、これはね、レンガを積んでるんだよ、見ればわかるだろうと、これやんないと親方に怒られるから、もう仕方なく積んでるんだよ、ちくしょうと、話しかけないでくれよみたいな感じでぶっきらぼうな対応をするんですよね。そう、この人は仕方なくやってるんですよ。でも同じ時給、同じ場所で同じような仕事をしている B さんがいます。 B さんに旅人は話しかけるんですよ。 B さん、あなたは何をやってるんですかと。 B さんはこういうふうに言います。いや、このレンガ積みの仕事ね、時給が結構いいんですよ。だからこの仕事を選んだんです。やっぱ食っていかなきゃいけないですからね、っていう感じで作業を続けています、ね、A さんと同じ仕事、同じ時給、同じ場所でやってます。気持ちだけが違うんですよね。で、旅人は今度 C さんのところに行くんですよ。 C さんはね、楽しそうにやってるんですよね。こう C さんがレンガをこうやって積んでるところ、旅人が聞くんですよ。 C さん、あなたは何をやってるんですかって。 A さん、 B さん、同じ質問します。 C さんはよく聞いてくれました。このレンガ積みはね、これ実は教会作ってるんですよ。教会ができるのは100年後です。多分私は生きてる間に教会を見ることはないし、教会の礼拝に行くことはないでしょうね。でも
将来私が作ったこのレンガの一個一個を積み上げてね、町中の人がこの教会に来て、いろんな悩みを抱えた人が神に祈って素晴らしい気持ちになって悩みをなくして、またそれぞれの暮らしに戻ってくることを想像すると楽しくってね、もうやめられないんですよ。本当にいい仕事させてもらってますっていうふうに言うんですよね。旅人は A さん B さんと同じく C さんにも同じ反応して、あ、そうですかって感じでとか旅に出てきます ね。で、また旅人が10年ぐらいして戻ってくるんですよ、同じ場所に。そしたら A さん B さん C さん同じ仕事してるんですよ、また。で、 A さんに同じように聞きます。 A さん A さん、あなたは何してるんですかって聞くんですよ。そしたら、お前見りゃわかるだろと、このレンガ積まないと親方に怒られるから積んでるの、仕事ってのは大変なもんなんだよって言いますよね。で、こういうふうに言うんですよ。さすがに10年も積んでるとね、腰が痛くなってきたよみたいにね、こぼしてるわけなんですよ。で、旅人は今度 B さんのところに行きます。 B さんは屋根の上にいました。屋根の上で危険なところでレンガ積んでるんですよ。 B さん何やってるんですかって聞きます。そうすると B さんはおーいって答えるんですよ。今屋根の上のレンガ積んでます。ここは時給が倍もらえるんで、今ここの危険なところ落ちたら死ぬかもしれないけど積んでるんですよと言いますよね、うん、稼げるけども危険で、もしかしたら法に触れるかもしれない、そんな仕事をやってるみたいです。で、旅人は C さんのところに行きます。 C さんのところに行くと何が起こってるか。それはですね、 C さんの周りにたくさんの人が同じような作業をして働いているところを目にするんですよ。で、 C さんを見つけた旅人はこう聞きます。 C さん、あなたは何をやってるんですかと、10年前と同じ質問です。そうすると C さんはこう答えるんですよ。いや、あのね、将来ね、この積んでるレンガにお祈りをする人がいるかもしれないから、もう丁寧に積もうと思ってるんですよ。そういうふうにやってったら、なんかね、あ、それすごくいい考え方ですよねって形で、なんか周りに人が集まってきたんですよ。で、今や私は現場監督になって、いろんな人のね、仕事をこう指導する立場になってます。みんな生き生きとして働くんですよ。いや、私も嬉しいですね、自分のこの気持ちに共感してくださる方がいて。自分で教会に来るかどうか分からないのに一生懸命レンガを積んでる、なんていい仕事なんだっていうふうに言ってるんですよね。そして旅人はまた遠い空へ旅に出ていくわけなんですよね。で、ここで分かることっていうのは、 A さん B さん C さん同じ場所で同じ待遇で同じ作業をしてるってことなんですよ。違うのは何を思ってやってるかってことだけなんですよね。いやいやなのか、お金欲のためなのか、それともみんなのためなのか、自分ではないみんなのためなのか、そしてあなたは誰に共感するのかってことなんですよね。この話では C さんに共感するストーリーに、まあ、オチは書かれてましたけども、もしかしたらいやいややるっていうのに共感する人が A さんのもとに集まるかもしれませんよね。素晴らしい教会ができますかね、それで。じゃあ B さんのところに集まりました。儲かるからやるんだって人ね。じゃあ儲からない作業は誰もやらないってことになります。教会ができるのはいつになるでしょうかで、 C さんのもとに集まるのはどんな仕事でも素晴らしいじゃないか、こんな人の役に立てるなんてっていう人が集まるんですよ。 C さんが集めた職人さん、いい教会ができるような気がしますけどもね。ということで本日は以上なんですけども、まさにね、スーパーヒーロー、仕事っていうのは必要だから生まれてるってこと、まあそういうふうなまとめにさせていただきます。のくさん、次回もよろしくお願いします。